10月桜は、バラ木バラカ桜属の桜。江戸悲岸系の中の恋い系の栽培品種で、豆桜と江戸悲岸が交雑した主観雑種で、春と秋から冬にかけての2度開花するニキザキが最大の特徴である。最大の特徴は、四季桜、コバ桜、コブク桜等と同じく、春と秋から冬にかけて咲くニキザキであり。 抗義の冬桜の一つであることである。十月桜と同じ恋眼系形で二木崎きの四季桜とは、八重崎か田舎で区別できる。樹形は傘状で、樹高は5メートルほどの暖かぎ。花弁が十数枚の八重崎で、淡紅色の中和の花をつける。また、学頭が紅色で、壺型である。東京の柿は、春の4月上旬頃と秋の9月頃からで、暖かければ、 冬の間も断続的に咲く。春は、開花期に、新芽も見られるほか、春の方が花の数が多く大きい。秋口に咲く特徴から紅葉する樹木とともに植えられることもあり、桜と紅葉が楽しめるように設置されることもある。花期と八重咲きの特徴の類似から、古袋桜と混同されている事例がある。なお十月桜には、 それぞれに遺伝情報が違う複数のクローンがあり、同じ栽培品種であってもそのクローンごとに特徴に相違がある。これは、ぎ木や挿し木の他にも他の個体と交雑した種子でも増殖され、その後に各個体の形態が似ていたことから、別々の栽培品種として区別されず一つの栽培品種として認識されたことによるものと考えられている。 10月桜の未生から栽培品種の思い川が誕生しているが、遺伝子解析の結果、思い川は10月桜とソメイヨシノの雑誌と推定されている。ありがとうございます。